はい、こんにちは、スレトルトと申します。人魚沼、やっていきましょうえー、前回は人魚沼伝説がある、この山の上の、えー、館に来たところから、スタートです。で、えー、この主人公の、りんちゃんが、起きるとなんか、ね、夢見てんのか、ブクブクしてんな、みたいな。え、なんかいるはとうとう出てきたか。前回はね、伝説しか、あれですからね、話には出てこなかったな。なんだあれ ユカの部屋の方に行ったな。はははは。これユカちゃんがさ、死亡フラグ立ちまくってたんだよ、確か。もうこれ絶対死ぬよね。さっきのが気になるな。ユカの部屋まで行ってみねえと。大丈夫か。ちょっと動き遅いもんね。うん。僕もよく息できるね。マリオとルイージシステムだ。あリンちゃん大丈夫ああ、あ、あ人形が覆いかぶさった。 あー、まあね。大抵夢でしょうね。絶対夢じゃないんだけどね。夢だけど夢じゃなかったみたいになるんだろうね。あれ自体は夢だったけど、やっぱ夢か。君味悪い夢見ちまったな。床は無事ではないみたいな。で、この館の主人がなんか、買い出しかなんか行ってんだよね。そこでいなくなってるっていうのも俺怪しいんですよ。裏で糸引いてると俺思ってるんで。はいはい。 で、確かね、このゲーム、この達成度システムがあって、えー、っと、まあ、何個か逃しちゃってんだけど、これ、達成度80%満たすと、イラスト、特典イラストとかが見れたりするらしいんだよね。だから普通だったら今床の部屋行くじゃん。行かずに、ちょっとこういうとこに寄り道とかすると、お、おはよう。手おめえ、目屋についてんぞ。顔ぐらい洗ってこい、クソザルが。<laughs> 口悪すぎる。こいつ結構いいやつっぽいのになぁ。まあ、し 風呂場覗いたんでね、ドスケベですけどね。いない。あと、あれだね、ユータっていうサイコパスもいるはずなんだけど。うん。ここ今でしょ洗面所とかってどこだっけおう、トイレ。鍵がかかってる。あれ、ここ鍵かかってたっけあ、これこれこれ、洗面所で洗おう。洗わないえー、ちょ、待たて待まて,待ってこの風呂の水の色がさ、 浴槽に汚い色の水が溜まっている。いや、抜けよこんな汚い水 <laughs>、ねえ、前回、これ、ボコボコボコって上がってきたんだ。抜いとけよさあ行きますおやおーい、ゆか朝だぞ具合ちったら良くなったかきつかったら病院行こうぜななんか、なんだろう、う喉越しのいい音が、朝日スーパードライオンが鳴っている。ゆか ユうかおいてばあギあーめっちゃ膨れてんのか、俺、水で。舌が出てる。水死体とかこんなんって聞いたことがあるような。やばいやばいブックブックじゃんバルーマリオじゃんあっは、うかお前、どうしたんだよか、体が膨らんでおい一体どうし。えり 救急車だ。絶対電話線切れてる。はえ救、救急車、車リビングに電話あっただろ早く救急車呼べ大丈夫か何ぼサッとしてんだ早く救急車呼んでこいリビングに電話あっただろ一人目の被害者、おいサイコパスな、なんかすげえ悲鳴聞こえたけどどうした救、救急車呼ばねえと、ゆかが。ゆかちょ、ちょっと俺も様子見てくるわ。<laughs> 全然救急車呼ばない。 あ、話しかけられない。いや、これは見てることしかできないえー、電話どこか。あ電話ねえぞ。あったあったあった、これ。え、えっと、救急車って何番だっけそうだ、119だ。電話せ。あ、あれな、なんの音もしねえ。ちゃんと線繋がってんのに。ちょっとして壊れてんのかクソが、こんな時に。そ、そうだ。携帯充電してたんだった。 携帯で救急車呼ぼう。そうでした、そうでした。もうでもアナログの考えだったな。普通だったらもう今だったらスマホってなるけど。これ。よ、よし !119 だったよな。早くしねえと。さすがにスマホの方には、細工できないもんね。あのじじいも。もうじじいが犯人って俺は決めつけてますけど。充電が切れてる。なんでだってちゃんとプラグ刺さってるのに。携帯にも繋がってんのに。ど、どうなってんだよこれじゃ救急車呼べねえじゃねえか え、他の奴らの携帯もダメなのあ、もう死んだってことか。一体、ゆかはどうし、どうしちまったってんだよ。あんなに体が膨らんで、あんなのまるで死体じゃねえかよ。うるせえ、黙ってろゆかは死んでなんかいねえちゃんと息してるんだよ生きてんだ。ということは最終的になんとかなる可能性も、あんのかね。ごめん。なあ、聖太郎はどこに行ったんだ 近くに村とか町とかないか探しに行ってる。病院に連絡できる場所がないか村。村町そ、そんなもん歩いて行ける距離にはねえよ。車で走ってる時見なかっただろそれに、どっちにしろこの霧じゃ無理だ。数メートル先も見えないぐらいなのに見つけられるわけねえよ。だったらどうしろっつうんだよ。このままあの状態の床放っとけっつうのか。てめえマジで黙れとぶっ飛ばすからな。はは。 <laughs> まあ、ゆうたくん。ゆうたくんは、ゆかとうまくいってるような感覚が、なんとなくあったけどね。せ、せいたろど、どうだったダメだった。霧が濃すぎて、あたりが全く見えない。ここまで戻ってくるのもやっとだった。てめえ、ちゃんと探したんだろうな。決まってんだろでもどうやったって、この霧じゃ無理なんだよ何の道しりべもなく、歩くなんて無謀すぎる 第二の被害者出るぞ、これ。そういや、じいちゃんも山の中を歩き回るなって散々言ってたよな。あれ、そういうことだったのかじゃあ、どうしたらいいんだよ。このままじゃ、ゆか、死んじまうんじゃねえのかそんなの絶対に嫌だ女の友情、意外と仲いいんだな。いや、ゆかは大丈夫だ。死んだればしないよ。え、それ本当か えー、脈も呼吸もしっかりしてるし、熱もない。ただ外見に異常があるだけで、他にはおかしなところはない。寒いって上ご言とは言ってるが、一応喋るんだなもう外見の異常は異常で、もうその時点で嫌だけどね、なんとか治んのかとはいえ、放っておくわけにもいかねえ病院に連れて行くのが先決だ。地図さえあれば、山の中を歩くことができる。今は地図を探すことにしねえかこの家の中わ、わかったぜみんなで手分けして探せばすぐ見つかるよな。 ちょっと待って、聖太郎。電話がつなが,らつながらねえのと、充電がされてなかったこと、なんでかわからないかどうして電話が通じないのかわからないが、充電ができてねえのは電気が止まってるからだ。この家のな。テレビもつかないんだ。え送電が行かれたのか、じいさんが電気代滞納してたのか、いずれにしろ電気が止まっちまってる。その証拠に電気つけたはずなのにやけに暗いだろた、確かに、なんでだ昨日は普通に電気使えてたぞ。 俺にもわからない。でも今はそんなことより、ユカの方が大事だ。地図を探さなきゃ。分かったぜ。三人で協力して、この家の中を探そう。ユカを早く助けてやらなきゃ。あ、あ,あ、そうだな。絶対バラバラに探すんでしょ絶対またなんかこれ追いかけられたりあるよ、これ。なんか女の人を狙ってる感があるんだよな、人魚って。 うーん、探すしかないのか。これ暖炉だったのか。ここ、トイレにはないよねー。2階かなーここなんだっけああ、ここもないわなー。そりゃ。ここはなんだお,お前何見てんだお前おい、ユうた何ボサッとしてんだお前もちゃんと地図探せよわ、分かってるよ。いちいち怒鳴るなって。ただ休憩、休憩がてら A 見てただけじゃねえか。 この家、すげえ綺麗な絵がいっぱいあるよな。なんて絵だろう。やばいやばいやばい。ユータなんか、入られてない感じ。おーおーおおおいユータ <laughs> お前またサボってんなユータてめえまたサボってごめん。ユータまずいよ。サイコパスユータまずいよ。なんだあいつ。これ、入られてるでしょ。これ、あっちにも絵あったような。 ゆうたーふふ <laughs> 探せばかゆうたーお前大丈夫かおー。ゆうたーあいつも舞いちまってんのかなまあ仕方ねえよな、こんな状況じゃ。いや、これ身内というか仲間も信用できなくなってきましたよ。ゆうたいないか。<laughs> 今度は石碑を見てんじゃねえかってちょっと思っちゃったけど。ここ台所。 菜箸が出しっぱなしになっている。まあ、こんなん関係ないよな地図も、なさそう。こうなったら一回はダメかな大丈夫よ、ゆか。ゆか、何か言ってる。寒いえ寒いって言ってんのこれ。寒い。ゆか、寒いのか。部屋、温めた方がいいのかな。暖炉もあるしな。暖炉がある。 薪と火がありゃ、この部屋温められるな。でも症状がよく分かってねえのに、温めても平気かな。よく考えねえと。うん、うんなんだえなんか水の音が。いや、音怖いな。お鍵を手に入れた。机、え鍵どこの鍵あそこの部屋の鍵かなええー、大丈夫かこれ。 チャポンってなったけど。ここの部屋開ける。ここじゃないな。こっちの部屋を開ける鍵か。鍵かかっている。寝室の鍵。ここは寝室じゃないのか。2階いないね。うん。2階行ってみるか。 おお広いわあ <laughs> わ<ー>おい、聖太郎地図見つかったかいや、まだ見つかってない。でも、この書斎ならあると思ってさ。ここは俺に任せ、任せて、他を探せ。どうしたゆうたが変なんだよ。ゆうか、一体なんであんなことになっちまったんだだってありえないだろあんないきなり体が膨張するなんて 俺もそのことは少し考えた。アレルギーかと思ったけど、あの膨れ用はありえない。感染症も俺らが平気なんだから考えられないよな。まあ、人魚に襲われた。あ、心当たりあるじゃん。逆にお前は何か心当たりはないか。これね、この場面。違う。これは私の夢だ。現実じゃない。悪い。私にも何もわからねえ。そうだよな。 とりあえず今は地図を探してくれ。何かわからないことがあったら俺に聞けよ。わからないっす。お、暖炉。床の部屋の暖炉。床の部屋さ、暖炉で温めた方がいいのかなんかすげえ寒がってるみたいなんだ。そうだな。それもいいかもしれない。でも薪がねえだろもし見つけたらつけてやってもいいと思うが。うーん、どうしたらいいか俺もわからんな。何でも聞けっつっただろお前。あーあああ、よくある現象。飾られている絵画。 飾られてる絵って、オフィリアのことかオフィリアハムレットの登場人物だ。悲劇のヒロインってやつでよく絵に描かれている。ここに飾られてる絵は全部ハムレットの同じ場面だな。あれはオフィリアが死んだシーンなんだよ。ハムレット。オフィリアは父親を殺されて、恋人に裏切られて、川で死んじまうんだよ。恋、人父親。自殺か事故かは知らないけどな。 シェイクスピアー三大悲劇の一つだっけあんま覚えてないけど、なんかリア王、ロミオとジュリエット、ハムレットみたいなさ。オフィリアは特にこのシーンが描かれてるんだ。どこが画家の心が引きつけられるのかもかな。なるほど。すまん。何言ってるのかさっぱりわからん。こいつ詳しいけど、今役に立たないな。休館。ああ、休館ね。玄関出て右回りに館を回るといけるぜ。ここに地図がなかったらそっちも探してみるか。 って、お前もう休館行くつもりかまずはちゃんとこの館の中探せよ。分かってるよ、うっせえな。ただちょっと聞いてみただけだろ。休館はまずいでしょう。お、しおりが挟まっている。世界の真ん中、神の秘密の場所。本当の秘密は永遠に秘密のまま。世界の真ん中、神の秘密の場所。なんかヒントなのかなぁ。 ええー。まあ、とりあえず寝室には入れるようになったから。うん。お人間魚鉢。チよ。落書きのようなものが書かれてる。お父さん大嫌い。お魚さんをたくさん閉じ込める。お魚さんはとってもかわいそう。お魚さんを眺めるのも大嫌い。なんか右と左で、うん、なんかちょっと違うね。 ボールと、積み木と、これ同じ場所にするとかではないのかなぁ。チヨ。お魚を閉じ込めるやつがいたんだなぁ。積み木が置いてある。一つにチヨと書かれている。チヨっていう女の子がいたんだな。んんこの棚、ちょっと触っただけですげえ揺れる。動かせんのかなおい。えなんじゃこりゃ壁にでっけえ穴が開いてる落書き帳。 お父さん大好き。お魚さんをたくさん買ってきてくれた。お魚さんはとっても綺麗。お魚さんを眺めるのも大好き。おー、なんか全く真逆のことが書いてるな紙。文章の束。読めるかなアイテムはい。一体何なんだ、これ。何かごちゃごちゃ書いてやるけど、全然読めねえや。聖太郎なら読めるかもなこれ人魚の伝説が少しずつ、 解き明かされていくのかね。えー、っと。文章の束。俺、こ、これ、壁の中で見つけたんだけどよ。読めねえんだ。お前わかるかうわー、すっげえ古い紙だな。これは昭和に書かれたところのもんじゃねえぞ。なになにんいかなる金の繁殖をも防ぐとって、なより帰りなんて言うんだろうな。 帰り、魂、祖父より受けたまわる紙に記して後世に残さん。その手法は以下の。これ、以下なる菌の繁殖って、あの、膨れちゃうのが病気のことなのかな文字がかすれまくってて読めないな。菌の繁殖を防ぐってことは、殺菌剤の作り方とかじゃないかなんでそんなもんがここにあるんだよ。さあな、でも防腐ってのは、食料保管のためとかだろ昔は冷蔵庫とかなかったんだからな。 あ、そういう、あれなのか。ええー、これがヒントだったりしたら結構難しいね。思い当たらん節すらないね。うわデメキーン。うん、全部同じかなスタンドライトがある。ここ関係ないか。なんか左右が対象になんかなってたりするよね。さっきから。関係あるかなおん中に何か入ってんな。 くくそー口が小さくて手に入らん、手が入らねえ。ひっくり返して中身出してみるか。うおーこれくそおめえ持ち上がられねえな。やっぱどうにかして上から取らねえとダメだ。アイテムが必要なのかなん簡単に開きそうなんだけどな。針金みてえのがありゃいけるか結構アイテム必要だながっつり謎解きホラーみたいになってきましたよ、これ。ふん。ふすまでさ、鍵とかある 襖すまで鍵とか。こっちは鍵。もう全部鍵おう。やばそうな。やばそうな絵ありますよ。埃をを被ったピアノ。うーん。なんか人魚にやっぱ関係しそうな何かがずっと、ある感じではあるね。えー、ダメだなぁ。巻きもないしね。 かに…あ、待って、これよしあ、これ使えば、あの壺の中のもの取れるかもな。よし、オッケー。菜箸でしたね。まあ、あんなとこに菜箸なんであんだって思ったもんな。これで、所持品、菜箸。お取れた取れたってただの鍵じゃねえか。いや、重要だよ、これ。鍵を手に入れた、主人の部屋の鍵。めちゃくちゃ大事そうじゃない 主人ってのは、あのジジイのことでいいのかな主人の部屋の鍵。ここじゃない。主人の部屋。あ、ここだお、光ってんね。棚の中に日記のようなものが置いてある。ほとんどのページが破かれているが、最後に何か,か書いてある。あの日、すべてが終わってしまった。 懺悔しよう。もうあそこには行かない。鍵をした。あの悲しい年と月とともに、過去に蓋をする。休館のことかなえー、これで終わりだったら困るなこれで終わりだったら。えー中に何も入ってない水槽だけだよ。過去に蓋をする。えーまずい。 あ床の部屋で手に入れた鍵、ここで使えましたね。なんかある。んベッドの上に何かが落ちてる。あこれ針金になるね。オッケーオッケー。やっぱなんか何に、おメモを手に入れた。ヒントっぽい。はい。ええー。下に5本、右に4本みたいな感じかな。 えっと、これは、ここで使えるかあクリップ伸ばして、隙間から入れたら、止め金、外せるかもしれねえな。ふまにそんな仕組みあるえっと、これはアイテムを使うのか。よし。ぇ、えー、出てく、そお、おん料理や雑貨が収納されている。なんかおい、ああジ g の顔さっきのジ g かの視線か え文卓の上に日記のようなものが置いてある。時計が止まったまま動かなくなってしまった。私がこの家で唯一愛したあの時計。前マイのねじ巻きはどこにあったのだろう。そういえば、あれはまだ時計の中にあるのだろうか。私の身を守るために大切なお守りだった。もはや手に入れることもかなわぬ。時計の中に何か入ってんのか。あの時計ではない ええー、でもここで何か重要なアイテムを。お、紙が。古い紙。またはい。ああ、聖太郎案件ね。聖太郎さんの案件ですね。もう全然地図見つけられる感じしないな、こいつ。同じとこで。もうなんか小説読んでんじゃねえの、こいつ。ええー、と、古い紙。これ、和室で拾ったんだけど、お前読めるか これ、沼の前の石碑に書いてあるのと同じだな。かのものの、かのもの、海浜にて横たわりし、透き通った肌と、鱗の人魚なるものをさらいて、犬の、家の池すに住まわせたり。なんで犬なんだうん。待ってね。はい。濁った沼の水は人魚を醜く変えること、帯だしく、その肌、ひどく膨らみて、えー、鱗ははげ落ち、 鈴のような声の音は獣のごとく枯れたり、えー、かのものの願い、虚しく人魚は死したり。これはあれだよね。悲劇の伝説なんですけど、ひど、肌はひどく膨らみてってとこが同じだな。人魚の、えー、恨み深く幾たもの若い女子が消えたり、ここに人魚を弔う、だってよ。うん、同じだなえー、でもなんか、 いろんな情報みたいなのはゲットできてるけどさ。薪はないのか。うん、なんか進展はないね。これさ。うん。これ目がさ、でかい目がこうなんか、ギョロっと4つあるじゃない。これじゃないのかな。ってことはその通りに、歩けばいいのかなこっちじゃない。 なんか、そうっぽくないかちょっともう一度メモりますか。えー、っと、下に5。右に4。下に1。右に5。上に4。どうだろうななんかデメキンのマークっぽさあんだよな。はい、終わったー <laughs> 下に5がもうできねえもの。下に5マスのところに行けばいいのかな ?1。え、2、3、4、5。 ここええー、1、2、1、2、3、4。下1、右に5。ええー。おおあるそれでいいんだいや、右に5のとこさ、右に5行けなくてもいいんだ。<laughs> そうなんだ。あれここの床妙にきしむな。床板が外せそうだ。おお。新聞記事の切り抜きを手に入れた。 手に入る情報が多いね。1972年8月の、えー、記事の切り抜きだ。えー、昨日未明、〇〇市の用水路で、河本、紗江子さんと子供であるちえちゃん、千代ちゃん7歳の遺体が発見された積み木とかに書かれてた名前じゃないこれ。目撃者の証言によると、紗江子さんは溺れていた。 えー、ちえちゃん、さええー、ちよちゃんを助けようとして用水路に飛び込み、そのまま溺れてしまったとのことである。この家では結構じゃあ、なんだろう、うあのー、おじいさんの娘か嫁か、嫁の孫とかも、嫁孫とかがみんな死んでるんだ。ちえちゃん、ちよちゃん。おおいりんちょっとこっちに来てくれようやく、あれか、休館かなんだ、せい郎地図見つかったのか いや、ダメだった。書斎以外も探してみるつもりだ。それよりこれ持っとけ。ランタン。ライターあ巻き。なんでお前ランタンなんか持ってんだよ。それにこんなもん使うかバカだな。よく考えてみろよ。この家電気が一切使えねえんだぜ。それにもうそろそろ夜になる。地図探しを続けにしろ。休むにしろ。明かりはいるだろユータの分もあるから渡しておいてくれ。ユータとはもうちょっと、おしゃべりしたくねえんだ。 ゆうた、様子おかしいんだよ。ゆうた、自分の部屋に戻ってるかなちょっくら私に行ってくるか。まずいんじゃないゆうたゆうた、ちょっとまずくないかもう一回ここ見たいな。えっと、これはチよち,ちゃん。同じチよちゃんだと思ったけど、こっちはちえちゃんだ。双子だったんだね。で、お母さんもろとも、お亡くなりに。ええー、怖い怖い。ブクブク言ってる。 ゆうた中にいるみたいだな。ゆうた大丈夫な,なんか聞こえる。あちょ、待って <laughs> あいつ、マス書いてんのかうわ、気持ち悪いなんか喘ぎ声みたいな聞こえたのかしかもゆかって、あいつ、んあいつゆかに触れて、惚れてたのかにしてもこんな時に恋人関係じゃなかったのかそんなことしてるか さすがにこの中に突撃する勇気はねえぜ。ランタンとライターここに置いときゃわかるだろう。ああ、君悪いもん見つきちまったな。そうとは限らんだろう。私も少し休むか。一日中歩き回って疲れたわ。いや、そうとは限らんと思うけど。くそ、ゆかのことが心配で眠られねえよ。そうだ。 こんなのんきに寝てる場合じゃねえんだ。せっかくランタンもあるんだし、地図を探そう。休館だってまだ見てねえしな。ライター。ういー、暗くなんのか。じゃあちょっと、キモ、キモタさんのとこ見に行きましょうか。あそこをおっぴろげたまま寝てる。い嫌だし。<laughs> 多分誤解だと思うよ。そんなことじゃないと思うけど。んボコボコしか言わなくなっちゃったな。あ、寝てる。 おい、聖太郎、寂しいから一緒に寝ようぜ。ふひひ。うせろ、俺は眠いんだ。遊ぶぐらいだな、てめえも寝ろ。シャンクス以来のうせろだな。うせろっていう。顔色の覇気だとは、ね、小学生の時ぐらいには俺思わなかったな。ワンピが。俺、外の休館にも行っちゃっていいのかな暗いなぁ。あああ、ジさん、楽しそう。 古いモーターボートがある。台車の上に乗っている。休館にたどり着いちゃったよ。え暗証番号付きの南京錠がかかっている。つんだえー、レッド、えー、レッドさん、えー、レッドさん、よろ。絶 <laughs> 対<体>違う <laughs>。分かってたよ。違うことぐらいはな。 じゃ、ここでまだ色々探さなきゃダメっぽいね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。えー、冒頭で被害者がね、出てしまいましたが、まだなんか4人生存して、えー、無事に帰るっていう可能性もあるのかもしれませんね。まだ追いかけられたりとかはないので、そんなに怖くはないですが、ここからちょっとどうなるかわかりませんが、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。人魚沼、続きます。